しんちゃダメ。うちらってあんなちっちゃかったっけ。え、うん、そうだよ。はい、そうです。非常に強い地震になります。近い将来、首都直下地震が発生すると言われています。その時に備え、小学生の私たちには何ができるでしょうか。学級の係や当番、毎日の掃除や身の回りの整理整頓などをきちんとするなど、日常の基本をしっかりと身につけておくことが大切です。危ない。日本の集団性の強さ、協調性の高さは世界が真似たいことの一つでありますけど、これは実はモノハルツ的であることをよく知っておく必要があります。いろんなことに責任を持たなきゃいけない。